はい、今回の動画は Windows11 で Microsoft アカウントからローカルアカウントに切り替える方法をご紹介します。で Windows11 では Microsoft アカウントを取得をすることが必須になりましたけどもどうしてもですねローカルアカウントで使いたいということであれば後からですね Microsoft アカウントをローカルアカウントに切り替えることができます。 そそれではその手順ですけどもまずは Windows キーを押したままアルファベットの i を押してもらってこの設定の画面を開きますで次に画面の左側のこのアカウントというところこちらをクリックをしてもらってさらにこの中のユーザーの情報というところをクリックをしてください,はいそうするとこの中のアカウントの設定というところのマイクロソフトアカウントのところの右側にローカルアカウントでのサインインに切り替えるという項目がありますのでこちらをクリックします はい、そうすると、このローカルアカウントに切り替えますかという、ね、ウィンドウが表示されます。で、あと、ここにも書いてありますけれども、マイクロソフトアカウントでサインインすると、Windows がより便利になりますということで。 マイクロソフトアカウントでサインインするメリットというのはね、たくさんあるんですけども、その中でも代表的なものをね、いくつか紹介をしておくと、例えばですけども、パソコンをね、複数台使っているとか、あとはもしくはですね、新しいパソコンに買い替えたといったときに、もともと使っているパソコンのですね、いろんな設定ですよね、アプリの情報であったりだとか、さまざまな設定を新しいパソコンであったりだとか、まあもしくはですね、他のパソコンにですね、簡単に同期をすることができるので、いちいちですね、他のパソコンで再設定をする必要がないというのが一つね、 メリットがありますであともう一つ代表的なところとしてはマイクロソフトストアのアプリですね、まあ、たくさんのアプリがありますけどもこれらのアプリが使えるというメリットがあります。で片やローカルアカウントに切り替えるメリットとしては、まあ、これはね100%ではないですけどもパソコンの中に保存されているような個人情報なんかですねこれのねデータの漏洩のリスクが低くなるというメリットはあります。 ただ、マイクロソフトアカウントで使うメリットというのはね結構ねたくさんありますんで、まあ、この辺はですね個人のねパソコンの使い方によっても考え方はいろいろあると思いますんで、ただ、ローカルアカウントに切り替えることによって、今言ったようなマイクロソフトアカウントでのメリットというのは使えなくなりますんで、その辺はですね個人で判断して、まあ、それでもですねローカルアカウントに切り替えたいといった場合は、ですね、まあ、この画面が出たら次へをクリックをしてください。 はい、そうすると、本人確認ということで、まあ、ピンコードを、ね、設定しているパソコンの場合は、ピンコードを入力をして、まあ、そうでない場合は、マイクロソフトアカウントのパスワードを入力をしてください。はい、そうすると、ローカルアカウント情報を入力をしてくださいということで、ローカルアカウントに切り替える場合は、もう一度、ね、このユーザー名とパスワードですね、こちらを、ね、変える必要がありますので、まあ、そちらを入力をして、であと、ね、このパスワードのヒントも入力をしてもらって、次へをクリックします。 はい、そうすると、ローカルアカウントへの切り替えということで、このサインアウトと完了というところですね、こちらをクリックをすることによってですね、マイクロソフトアカウントからローカルアカウントに切り替えることができます。はい。といったことで、今回の動画では Windows 11でマイクロソフトアカウントからローカルアカウントに切り替える手順をご紹介しましたけども、個人情報の漏えいなんかがどうしても怖いといったようなね、何かね、理由がある場合はですね、この手順でローカルアカウントに切り替えてもらえればと思います。 それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。